そんなわけですね、この後は音帯が登場ということで、斉藤瑠介さんにちょっと手伝ってもらいたいと思います。大きな拍手でお迎えください。大事なこと言うのか、言っちゃいますか。投げ銭があるんだって感じ。投げ銭あそこのね、簡単なところにありますんで、帰るときでもいいし、今でもいいし、なかったらね、あれを各自やりますんで、はい、折りたたんでもいいですよ。そんなわけでねいいねさてですね、じゃあ準備してもらってる間に軽くお話しします。次やる曲はマイホームタウンという曲なんですが、ラジオが私大好きで、この帽子もラジオの帽子なんですが、オールナイトニッポンというラジオがありまして、皆さんも聞いたことあるんじゃないでしょうかと、去年で50周年を迎えたラジオなんですけど、で50周年企画でいろんなことをやってまして、スマホムービーコンテストという、動画のコンテストをやってて、テーマがふるさとマイホームタウンというので、1曲とか1動画作りまして、それを実際投稿してありますね。よかったらですね、ヒロステラで検索して、その中からチャンネル内検索ができますので、マイホームタウン見ていただければいいなと思います。2分の曲です。なぜかというと、その動画の制限時間が2分だからです。そしてこの帽子の話、よいしょ。この帽子はですね、ラジオのちょっと企画の帽子なんですけど、ラジオ番組が作った帽子で、KSM、KSG って書いてあって、何のことか分かんないと思うんですけど、クソメンクソガールっていうことでね、その辺は何でなのか置いときますが、詳しくは調べてください。この帽子をかぶってる人はですね、誰からでも話しかけて OK よっていう帽子なんですよ。ラジオリスナーって友達とか恋人とかできないやつらが多いだろうみたいな、パーソナリティその DJ の人が言って、じゃあこの帽子作るからと、これみんなかぶってたらみんなもう OK よと話しかけちゃう。なかなかいけないですかね、初めの一歩っていうのがなかなか難しい。その初めの一歩を可能にしてくれるこの帽子5000円、安い安くないかな、買っちゃったんでね、よかったら話しかけてください、ライブ終わったら。じゃあ行きますか、マイホームタウン。